皆さんこんにちは。えっ、ー、と関係一級女流リピーターのういです。はい、えーと今持っているのは緩和辞典なんですけれど、手につけているのはえっ、ー、と名札です。で、どこでもらった名札かと言いますと、病院に私は3週間ほど入院していました。で、今あの今日退院したばかりです。で。 まず、えー、とこの動画を、えー、と作成した理由としてちょっと皆さんにご報告したいことがありましたで先ほどお伝えした通り、えー、と入院をしておりました、えー、とち,ょっとちょっと体調を崩していてまだ以前のようにうまくしゃべれていなくて笑顔を作るのもちょっとなかなか難しい状況ではございますが えとご視聴チャンネル登録いただけたらと思います。で、えー、とちょっと国については、えー、と説明欄に貼り付けておきたいなって思います。はい、まずは、えー、と入院のことでご心配をおかけいたしました。そして応援や励ましのお言葉をくださりありがとうございます。えっ、ー、と、今後のことなんですけれど、えっ、ー、と、 今後のことと、まあ、現在のことについて話していきたいなとは思いますね。話そうね、おっちゅはい。えっ、ー、と、ちょっとメモを見ながらなので、ちらちらいくと思うんですけれど、まあ実は個室、個室というのは持病のことですね。ちょっと持病がありまして、それを長年、あのー、無理し続けて、キャパオーバーしてしまって、その個室を、 なんか赤、赤化させてしまったんですね。ちょっと、あの、こじらせてしまいました。はい。で、もともと。あの、なんでしょう。あの短いスパンでの入院。という決まりだったので。えっ、ー、と、まあ。約三週間くらいだったんですけれど。実は、えっ、ー、と。漢検の授賞式前にも。えっ、ー、と。 1>, 1回入院をしておりましてちょっと治らないまま焦ってしまって今回入院して明か,明かしてしまい入院といういきさつになりましたはいでえー、とまあ入院中はちょっとぐったりしていたので、えー、と休んでることも、えー、と多かったんですけれどえっ、ー、とまあ作業療法っていう リハビリの時間だったり、まあ、入院中暇なことも多かったのであのちょっと漢字の問題を作ってえっ、ー、となんかまあ自分なりに <laughs> リハビリしたり脳、えー、トレとかは、えー、としていましたはいそうですね えーと日本語関連の本だったり漢字の本を読んでいましたはいでもやっぱりえーとちょっと個室をわわ,わせてえっ、ー、とこじらせてしまったこともあってえっ、ー、と疲れやすくなってしまいましたでえっ、ー、とそれでドクターストップも まあいいくつかかけられてしまいましたまままたあ当然のことだと思います。はいで統計家からも統計家って医者のことですね。はいで統計家からもなんか今後の生活はえっ、ー、とまあ治るものではないけれどえっ、ー、とまあな長く付き合っていくしか ないので、えっと、やっぱり医者からもあの療養とリハビリを中心に主に行っていくように、えっと、言われましたなのでやっぱりちょっとゆっくり休むこととちょっとリハビリを頑張っていこうかなとまあ何て言ったらいいんでしょう休む時は休んで。 リハビリする時はリハビリしてみたいな生活ですねちょっと今までの今までやれてたことがちょっとやりづらかったりすることもあるんですけれどやっぱりそうですねこれ以上こじらせないためにもちょっと休む時は休もうかなって思いますはいであの肝心の申し込みが始まった関係なんですけれど えーとーやっぱり厳しいかなと思うんですね、あのー、はっきり分かるのは10日後のえっ、ー、とーちょっと疲れちゃいました、えー、とー10日後の外来でなんか関係を申し込んでいいか主治医に確認しますえっ、ー、とーでも あの確認しても多分受けられる状況じゃないのであの受けられる可能性は低いかなって思いますねはいちょっとあの病院にいた時もなんかやっぱり厳しいんじゃないかなっていうことは言われましたはいまあでもあのー、やっぱりあの何、ー、て言うんでしょう ちちょっと息切れししゃいい、ました。はいあのー、やっぱり漢字は私を支えてくれたものでもありますし、えー、とーなんか生きがいと言いますかねそんな感じなのでやっぱり、あのー、できる範囲で漢字を続けていきたいなって思います。はい、えー、とー突然の報告ではありましたが。 ご視聴いただきありがとうございます。もしよろしかったら、チャンネル登録、えー、と高評価よろしくお願いいたします。では、えっ、ー、と、まずは治療に専念して心を落ち着かせます。はい。では、皆さんありがとうございました。はい。治療頑張ります。はい。